米国ユタ州、アーチーズ国立公園のデリケートアーチ広島県、大尺郷のオスハシ天然郷は、類層の一種であり、岩石がアーチの形状をして下部が開いているものを指す。多くの場合、柔らかい地層の上に硬い地層が重なっているような場所で形成され、橋としては細く、周囲が崖になっているような形状が浸食により、形成される。侵食は海。 河川、あるいは、地表の風化によって起こる。これにより、岩石の強度の低い部位が、見つけ出される。日本語では、天然橋と呼ばれるほか、門上のものは、岩もみや石門と呼ばれる。英語では、ナチュラルブリッジの他に、ナチュラルアーチとも呼ばれる。米国天然橋協会では、ナチュラルブリッジは、ナチュラルアーチの一種で。 次の特性のうちの一つ以上を備えるものであると定義している。一方、ディクショナリーオブジオロジカルタームズでは、ナチュラルアーチのうち侵食でできた谷にかかるものを、ナチュラルブリッジであるとしている。オーストラリア、ポートキャンベル国立公園のロンドンアーチ海岸に見られる天然橋には、地質学的に見て2種類がある。海岸線が不正な場合は、 海の波のエネルギーが柔らかい岩石を先に削るため、洞窟のような形状ができやすく、これが貫通することで天然鏡となる。オーストラリアのポートキャンベル国立公園にあるロンドンアーチがその例である。海岸が地質学的に整合な場合は、硬い層が侵食された後に柔らかい層が急速に侵食される。イギリス南部。 同セットの世界遺産ジュラシックコーストにあるダードルドアやラルースコーブのステアホールが典型例である。ステアホールの侵食が進んで崩落した場合、そこは入り江の形状になると考えられる。海や河川による侵食ではなく、陸上で風化により形成される場合は、以下のような過程を経る。大きな亀裂が広がり、砂岩の層が崩落する。 それにより露出した層に侵食が始まり、亀裂が広がる。砂岩の層の薄く広がる部分が分離する。年間の温度変化や欠表が繰り返られることで、小さな穴が砂岩の層に生じる。小さな穴が落石や風化で大きくなることで、橋の形状になる。橋の根本に当たる部分も、時間の経過により侵食され、いずれ橋は崩落する。これらは、 米国ユタ州のアーチーズ国立公園やレインボーブリッジ国定公園で多く見ることができる。米国ユタ州のエスカランテ川の支流であるコヨーテ峡谷に見られる天然橋の位置を示す地形図。川の蛇行するところで水流が崖をうがち天然橋を形成している場所が示されている。つまり、かつては現在よりも水位が高かったと考えられている。 水流が穴をうがつことで、橋と似た形状になることがある。窪地から流れる水流が、科学的な作用を及ぼして、深い穴を開け、それが地層を貫通することで橋の形になる。米国ユタ州のナチュラルブリッジ国定公園に、その例が見られる。日本では、広島県の東場町にある、オスバシが、川の水による侵食によってできた、天然橋である。 岡山県阿手津台のラショウモン小乳洞の侵食によっても天然鏡が形成される。これは複数のドリーネの侵食が進んで結合することによる。日本では岡山県新見市にあるラショモンがこのようにして形成されたものである。いずれの場合でも天然鏡においては侵食作用が継続中であり、その結果としていずれ崩落あるいは消失する。 全室のロンドンアーチはかつて二重の橋になっていたが、工天により一方が崩落した。一部の天然橋では、その上に道路が敷設されて、実際に橋として利用されている。米国ケンタッキー州には、二つの例が見られる。一つは、カーター・ケーブズ州立公園で、石灰岩の天然橋の上に舗装道路が通っている。もう一つは、ナチュラルブリッジ州立公園で、 風化でできた砂岩の天然橋の上に未舗装の道路が通っており、ホワイツブランチアーチとも呼ばれている。この上を通る道路は、ナローロードと呼ばれている。また、ルーマニアのポノアレレ村には、長さ60メートル、幅13メートル、厚さ4メートル、高さ20メートルのパジュール・リュイ・ドゥームニザウと呼ばれる天然橋がある。実用的に利用されている天然橋の一例だが、 現在は保存のために補強工事を行うとともに、交通は橋を迂回する措置が取られている。日本の広島県小原市のおす橋も、昭和初期まで、生活道路として利用されていた。レインボーブリッジ国定公園ナチュラルブリッジ、プレビッシュとアーアズールウィンドウ園月島通天橋。ありがとうございます。